主信行は南朝僧の軍人、政治家。字は、京祖。本願は、吉沖軍、兵士権。主人の子として生まれた。要州守母から、使徒十字中郎に転じた。四百三十年、至る元原子の北伐に従軍した。至る元原子が河南から撤退すると、信行は、滑大に留まって孤立し、北義軍の包囲を受けた。数ヶ月を耐えたが、食料が尽きて、 勝大城は陥落し、信行は北義の捕虜となった。大武帝は信行の神武士を称賛して、自中とし、喪失の娘を妻に与えた。432年、大武帝が北沿を攻撃すると、信行は同じく僧の皇人の系府ところ名と共に北沿に逃亡した。北沿の表広氏には礼遇されず、僧の使者が北沿にやってきたのを機会に、回路を取って帰国した。 健康に帰還すると、高門次郎に任じられ、江夏内氏を務めた。442年、陽州市史の竜土山が死去し、陽州の少数民族の反抗が活発となると、信行は、生成芝として、彼らを攻撃したが、敗北した。453年、竜将を撃つべく、武良王、竜春が帰兵すると、信行はこれにこうして、軍を発し、5月に、 東府を落とした。6月、ネイバン行為、幼州市市に任じられた。信行の幼州統治は寛容簡素で知られた。454年2月、南軍王、劉義信が反乱を起こすと、信行の元にも挙兵を求める劇が届いたが、信行はこれに同心せず、後部帝の元に使者を送って、忠誠を誓った。4月、信行は、慶州市市に任じられた。 竜義信の認じた洋州市氏の路州が上陽を攻撃するべくやってくると、信行が馬倉山の道を遮断したため、路州は全身を阻まれて撤退した。竜義信が両山で敗北し、古州で南に逃走すると、信行は兵を率いて残党を相当しつつ難進した。軸町民が竜義信を捕らえると、信行が竜義信を殺害した。功績により、 南昇健康に封じられた。460年、鎮軍将軍の号を受けた。462年、健康に召喚されて、左民昇所、両軍将軍となった。信行は清廉に努めて、一切の贈与を受けず、慶州から離任するにあたっては、州で使用した年油や牛馬国葬の代金を支千十六万で保証した。463年、信行は、 車から落ちて、足を折ったため、少々の職を辞し、高志健太僕を兼ね、そのまま、特進、金紫高六大部の位を加えられた。464年2月、死去した。時中の位を追蔵された。送り名は、抵抗と言った。ありがとうございます。